キー、ブライアン。というわけで、今回は4年生になりましたの。おめでとうございます。慣れましたか、4年生に。やったよ。リミも慣れたね、無事ね。慣れた。慣れた、うん、はい。で、うちの学校はね、あの翔ちゃんの時も言ったんだけど、毎年クラス替えがあるので、もちろんリミちゃんもね、クラス替えありました。はい。どうでしたか、新しいクラスは。よかったよ。よかった、うん、よかったね。よかった、よかった。リミも、あの3年生の時に仲良くしてたお友達と一人を一緒になれた。うん、うん。で、あとなんか3年生の時じゃない、2年生の時も一緒に帰ったりしてたお友達と同じになれたんだよね、またね。うん、うん、それもいいよね。よかったよね。あとはどんな感じ、今のクラスは。3組そう、もうリミはね、3組を貫いてます。1年3組、2年3組、3年3組、4年生も3組です。すごいね。すごいでしょ。やばいね。先生はどうでしたか。先生優しそうだよ。ね、リミちゃんはね、多分女の先生の方が向いてるのかなってイメージなんですけど、今回も女の先生でしたね。ね、すごいよね。男の先生、喋りたくない。喋りたくないって、わかんないよ。いずれ男の先生当たるかもしれないんだけど。幼稚園の頃に男の先生になった。ああ、確かに。一回あったね、担任が。なんか男の先生。喋ったことないんだよね。そうなの？え、リミのね、小学校はリミのね、嫌いな友達とね、うん、なんか遊んでたの。うん。そしてリミが帰るときにね、うん、その友達がね、うん、待って、まだ一緒遊ぼうよって言ってね、帰らせてくれなくて、うん、泣いてたら、うん、泣いてたときは喋ってたよ。あー、先生と、うん、泣いてたときだけ喋ってたの。そうだよ。なんて言われたの。泣かないでって。大丈夫。大丈夫。もう、え、それ以来男の先生なかったっけ。うん、年長の時におった男の先生だったよね。年中か、年中だ。年中の時に男の先生に初めて当たって、小学校はずっと女の先生か。そうだよね。そうだそうだ。すごいね、4年間ずっと女の先生っていうのもすごいね。逆にね、3組でしかも女の先生、すごい。女の先生は優しい。まあ、リミちゃんがもともとね、引っ込み思案とか人見知りとか激しいんでね、まあしょうがないですけどね。何引っ込み思案って。こう、もじもじ発表とかできない人。できない。ほら。どうですか、今のクラスは。いいですよ。どんな感じ。いい感じ、うん、リミも他にもお友達いっぱいできそう、今のクラス。まあできるんじゃない。まあまだね、始まって2日だしね、これからだけどね。去年もね、こんな感じだったよね、スタートはね。まあのんびり、まあ去年は自粛っていうのもあったけど、まあなんだかんだ言ってね、仲良くなったもんね。なんか今まであんま話したことないお友達のことね。うん、ね、やっぱクラスが違う、クラスが一緒になるとやっぱ交流も増えるしね、お友達の幅も広がる。2年生の時半分ぐらいしか友達いなかったかも。2年生の時、2年生の時。へえ。3人時はね、うん、いっぱいでね。3年生の時ね、すごくいっぱいなんか仲いいお友達がいた感じがしたね。4年生もそれに負けないようにお友達をね、たくさん作った方がいいんじゃない。頑張る。まあ頑張ってくださいね。4年生も頑張りましょう。まあね、毎日元気にね、学校に行けるようにね。はい、はい。あとリミちゃんはもっとね、ハキハキと明るく。ハキハキ。これしかどうしてよ。そういうこと多くない。
バイバイ。バイバイ、グッバイ。